こう何かエッセンスが加われば上位に食い込めるんじゃないかなっていうのはすごく感じてましたし、まあ、新潟にタイトルをっていうのは自分自身の目標としてやりたいなっていうふうに思ってます。共に世界一を取った上尾野辺恵選手とのプレーにも期待を寄せています。またこうしてね、新潟で同じチームになれるっていうのはもう本当に腐れ縁だなっていうふうに思ってるので、切っても切れないそのしぶとい縁を試合中にもしっかりとこうパスをつないでゴールにつなげていけたらなっていうふうに思います。川澄選手の背番号は19。早速明日から練習に参加します。